こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは富山フーズ十文字中華そばになります。乾水不使用で知られる秋田県のご当地ラーメンです。どんなカップ麺なのか楽しみです。よろしくお願いします。すごい煮干しのいい匂いが。早速いただいちゃいます。まずは一口。すっきりしてるわ。すっきりしてる醤油ラーメンね。うまい。うまい。こういう美味しいラーメンってすごい隠れてますね、いっぱいね。これはもっと買える機会が多いといいのにな。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、まずは秋田県横手市十文字町で昔から愛されてきたソウルフード。横手市と申しますと横手焼きそばも有名ですね。すごいですね、焼きそばもラーメンも名物がある。羨ましい、うん。はい、次。煮干しや鰹節などの出汁の旨味を引き出した醤油ベースのあっさり和風スープ。めっちゃうめえ。すっきり醤油で煮干ししっかり味がする。鰹節ほんのりだな。はい、こんな感じです。次。独特の食感を持つ細縮れ麺。これちょっとお話したいことがいっぱいありますけども、美味しいです。まず美味しいです。はい、次。充実の火薬はメンマ、チャーシュー、乾燥ネギ。開封した時に小袋の多さにびっくりしました。ということで食べながらまたお話しますけども、めっちゃうめえです本当に。はい、麺独特です。独特、うん。スープもうまいわ。煮干しがよく出てる。本当に和風っていうワードがありましたけども、確かに普通のラーメンと比べるとちょっと和風なテイストはちょっとありますけど、極端な話うどんに振ってんのかって言ったらそんなことないんですよ。ちゃんとラーメンなんですよ。はい、だけど麺はこれ独特ですね。これどう表現したらいいのかな。僕の経験の中で表現するのにしっくりくる他の例えが見つからないんですよ。なんだろうな。お蕎麦でもない、うどんでもない、冷麺でもない。でも一番近いのは蕎麦かな。蕎麦粉使ってないと思うんですけど、食感が蕎麦に似てるイメージかな。はい、チャーシューもね、ほらすごくないですかこれ。
まあ、すっきり醤油味、すっきり醤油味、まあ、まだ調査が完全じゃないんですけど、この十文字ラーメンの発祥なんですけどね、1935年頃っていうふうに言われてますね。それが普及した理由の一つが、肉体労働者の方々、やっぱりいっぱい食べないと体は持たないので、そういう方々のお腹を満たしたっていうところが普及の要因の一つかなということなんですけれども、この形ができた理由は何なのっていうところがよく分かってないんですよ。乾水を使ってない、いわゆる無乾水だっていうところが特徴なんですけども、無乾水にたどり着いた理由もまだ見調べきれてないんですよね。あの他の例えば鹿児島ラーメンみたいなところも無乾水なんですけど、あそこはあそこで面白いエピソードがあって、それはそれであの鹿児島ラーメンの会にお話ししようかなと思うんですけど、ここはちょっとまだそこは分かってない。で、1935年というと太平洋戦争が開戦する前なので、乾水っていうのは日本は全面的に輸入に頼ってた時期ですね。何らかの事情でその輸入乾水が調達しづらかったのかなとかっていう推測はできるんですけど、ちょっとまだその辺は明らかになってない。さらに調査をしていきます。はい、こう喋ってる間にはですね、口の中にカツオがいますはい、カツオの風味がしっかりいます。口の奥の方にこう独特の風味がありますよね、カツオってね。それがね、しっかりいますよ。素晴らしい。調査をしてる時に結構ドタバタがあって、それもまだ完全に決着してないんですけど、お話しとこうかな。これ自分向けの記録なんで、あんま面白い話じゃない、いいやっていう方はここの下に文字出しときますんで、この話の間それスキップしていただければと思うんですけど、秋田県横手市十文字町の十文字ラーメンっていうものの存在を知ったのは、僕がこのカップ麺のチャンネルをやり始めて間もなくで、ご当地麺のことをまだ調べ出した時なんですよね。たまたま最初の頃に見つけて、その時は一般知識として中華麺を作るのに乾水を入れるっていう一般知識的なものはあったんで、あ、乾水使ってないご当地麺なんだね、これ面白いねっていう話で、中華麺と乾水の話を調べてるうちに、ネットの記事でどうも消費者のお手元に届ける商品として中華麺あるいは中華そばっていう風に名乗る場合は乾水を入れてないとダメですよっていうネットの記事を見かけたんです。 おやっとということは、乾水を使わない十文字ラーメンを完全再現すると消費者のお手元に商品として届けられないじゃないのっていう疑問が湧き立ちましてですね、そのままじゃあこのカップ麺の商品はないのかっていうのを調べたら、富山フーズさんから出てるこの十文字中華そば見つかって、ああなるほど。それを調べてたら、これちょっと情報ソース記録するの忘れちゃったんですけど、この商品を地元の有識者の方々が試食されて再現度を絶賛してたっていう記事を見かけたんですよ。お？ということは乾水を使ってないラーメンを乾水を使ってるカップ麺で再現して再現度が高いっていうことっていう、それ面白いねっていうことで情報調べようと思ったんですけど、富山フーズさんどうやら公式ページとか公式サイトとかってのお持ちでないみたいで、情報がほとんど集まらなかったんです。で、そこ置いといて、ちょっとそれとは全然別のルートから別のことを調べてたんですね。我らが日本即席食品工業協会、日即協と言いますけども、そこにカップ麺業界のルールが記載されている公正競争規約、業界の人たちがちゃんとルールを自主的に作って消費者を守ってあげなさいっていう法律があるんですね、日本に。そこで作っている業界団体が日即協で、その日即協が作っているルールが公正競争規約だから、その公正競争規約ってどんなのかっていうのを調べてたところだったんですけれども、その中に一番最初におやっと思った、消費者のお手元に中華麺を届けるにはそれ乾水使わなきゃダメですよっていうルールが書いてなかったんですよ。見つからなかったんですよ。それで、え？どういうこと？っていう、何が真実なの？っていうことで、それからまたさらに調べたんですけど、調べていくとどうやら消費者の手元にこういうものを届けることをルール化している業界団体っていうのが2つあるっていうことが分かった。一つはこれカップ麺で我らが日即協なんですけど、もう一つが全麺連、全国製麺協同組合連合会っていう事業者団体があって、ここがまた別の公正競争規約を定めてる。その公正競争規約は何かっていうと、生麺が対象なんです。日即協がインスタントラーメン、いわゆる即席麺でカップ麺だとか袋麺だとかっていうのを対象にしてるとしたら、全麺連が定めているのは生麺に対するルールなんですね。で、その生麺に対する公正競争規約も確認してみたら、こっちに書いてあったんです。中華そばっていうのは中華麺の一種で
中華麺を名乗るためには乾水使ってなきゃダメよっていう、そっちにそういう記載があった。なのでこれをもし生麺で再現しようとすると乾水使わなきゃいけないってことになるんですけど、カップ麺で出すのには乾水使わなくてもいい、細かいこと言うとでんぷんがアルファ化してりゃ乾水になくてもいいっていうルールがあって、それだったら完全再現できんじゃんと思ったんですよね。それでこの商品買って原材料見てみたら乾水って書いてあって、あらっていうあらってことっていうちょっとね、それで今軽くパニックを起こしてますけどねこの一連のごたごたどこに着地していいのか、ちょっと今着地点が見えないっていう状態。はい、まあ、一応僕が納得する形の着地点が見えるまでは調査続けようと思ってますけどね。はい、本当うまいっす、本当にうまいっすよ。手に入る方いらっしゃったらこれあのお試しいただくのもいいかもしれないです。はい、麺はやっぱり変わってます、独特です。これはハマる人ハマない人もしかしたらいるかもしれないです。はい、具材こだわってんだなこれ、うん、おいしい、幸せ幸せです。メンマがね減らないっすよ、嬉しいことに。はい、そろそろ残りこれだけでございます。チャーシュー丸々残ってますよ、最後に楽しみます。では一気にいただきます。あ、うめ、チャーシューうめ、チャーシューうめ、すごい充実感。ありゃこれさ、大手さんも負けてられないかもしれませんよ。本当にこんだけ美味しいものをね、なかなか手に入らないとはいえ、あの富山フーズさんって他に何か出してらっしゃるんですかね、カップ麺。ごめんなさい、あの公式サイト見つかってないんです、あのお持ちじゃないかもしれないんですけど、他の商品があるのかどうなのかも分かってないんですよ。もし他の商品も富山フーズさん出してらっしゃるようだったら、ぜひとも試してみたいので引き続き調べます。はい、めっちゃ美味しかった、めっちゃ幸せでした。どうもごちそうさまでした、ありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回は富山フーズ十文字中華そばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、幸せが続いた一杯、発掘は続く、富山フーズさんを知りたいっていう感じです。独特の麺の食感、醤油や煮干しの立ち具合、チャーシューやメンマなどの具材のこだわり具合など、とても充実感があり満足感が高い一品でした。ちなみに撮影が終わった後にカツオとチャーシューの後味がガンガンきまして、しばらくの間幸せが続きました。最近大手さんでないメーカーさんのカップ麺をいただく機会が増えてるんですけれども、いくつかの名作に巡り合いまして正直驚いてます。そういった商品はコストが高めで入手がなかなか難しくて、消費者側の認知度も低くて、この商品に限って言えば賞味期限が他のカップ麺に比べると非常に短くて、いろいろ課題はあるんですけれども、素晴らしい商品が埋もれているということが分かってきています。大手さんもうかうかしていられないんじゃないですかね。消費者側の認知度が低いメーカーさんや商品の発掘はこのチャンネルの裏テーマの一つなので、これからもそういったものを発掘していきたいですね。なかなか情報が集まらない富山フーズさんですけれども、その商品力はこの商品でしっかり感じられました。もしこの商品の他にもカップ麺があれば、いずれいただきたいと思いますので調査を続けてまいります。というわけで今回は富山フーズ十文字中華そばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。